それが、結局後から来ないと仕事が増えられたのかなって、僕は嬉しいのかしらなんですけど、でも実を維持できないってなったらもうあれだと思います。例えば、炎症店のマコさんに今回やってくれたんだとしても、一人お客さんが逃げたりとか、それもすごく面倒くさい人なんですけど、ただ、なんだかんだ言い訳をつけて、雨がパラパラ入ったりとか言った上で、購入するって言ってたら、矛盾がある人で、まあ、だからお金の買えなくなったら、自分の購入とか言って。それでも僕はアクリルのこの小文字のやつも購入し、全部作品の素材を準備した上でそれを言われちゃったから、結局高橋さんの素材代は結局お客様が一日使っていいんだけど、一回もこの段階にパーチングしたら、その段階にこの一杯僕の作品は買えたりとか、そういう、そういうのが使えてみれたらっていう点だったんですけど、やり取りしてる僕の変化の時が、クレーム処理の、